はい、皆さんこんにちは、ノアです。今回ですね、はい、超久しぶりの購入品紹介の方をですね、ちょっとやっていきたいなと思います。はい、でね、まあ今回もね、結構いろんなカードが買ってきたんですが、実はこれね、ここら辺からが全部ガンダムのカードで、あのヒーローズがここぐらいしか、ないですよね。なので今回は、まあ後半からはね、ちょっと、ガンダムの開封動画になっちゃうんで、興味ない、方が大半だと、思いますので、前半だけね、そちらの方はまあご覧くださいと。で、今回買ったヒーローズのカードがね、まあレアとコモン、が多いですね。はい、僕今昔のレアコモン集めてて、まあこれはそんなに昔のやつじゃないんですが、強者の領域プラス、パワーじゃないガード1にする6個持ちの、はい、ウィスですね。はい、こちらがまあ5個100円のコーナーにね、いましたので、こちら、はい、買いました。かなりお得ですね。5個100円なんで1枚20円と。はい、まずは領域プラスガード1のウィスと、まあ強いですよねこれもね。で、マイティマスク、はい、これねマイティマスクのカードが少なかったんで、こちら買いました。はい、特にまあ使うっていうわけじゃないので、まあたまにネタデッキとかでやるかな。うん、どうだろう、マイティマスク使う局面が出てきたら、うん、使うかな。例えばマイティマスクゼノみたいなね、とかが来るかもしれないんでね。で、はい、キビト、これはね仲間に託す思い持ってて、キャラクターがキビトなんで、まああれです、真摯な海洋神の、SR のね、あれの合体パートナーにすると、面白いんじゃないですかね。サポーターにすると自分チームのアタッカー全撃力を回復すると。はい、1本だったかな。なので、まあ、1ラウンド目の記録回復でね、2ラウンド目合体させちゃえばいいので、これすごく強いかなと思って、はい、買いました。で、スラックのね、これちょっとイラスト面白いなと思って、はい。まあ、コレクション用ですかね。はい、スラックのカードを自分そんなに持ってないんで、はい、コレクション用です。で、これもコレクションですね。はい、孫悟飯、幼年期のね、ま、気弾の構えてるポーズからすると、フリーザ戦、あ、でもあれか、コスチュームが違うから、フリーザは第二形態のシーンではないかな。はい、これいいですね、イラスト、すごくいいんで、うん、これもコレクションかな。で、寄贈レアリで、50円だったんですが、孫悟飯、青年期の、はい、スーパーサイジン 2SR ですね。はい、これね、持ってなかったんですよね。はい。いやーかっこいいな、孫悟飯少年期好きなんですよね自分。で、バーダックゼノのこれがね結構強いんですよね。はい、牽制の一手ちょっと見えないんですが、1ラウンド目だけ敵の戦闘力を半分にするっていう、効果で、まあ固定戦闘力は半減できないんですが、まああれですね、気力消費のね戦闘力が半分になるので、1万5000が7500に、なりますね。で、まあ、ワンキル妨害しつつの、スーパーエナジーで、これ気絶のね、スーパーエナジーなんで、すごく強いです。はい。で、バーダックゼノっていうキャラクターがね、ユニットのメンバーにさせやすいので、これすごく強いんですが、50円のコーナーにありました。はい。箔はないバージョンですね。で、人造人間21号のね、店頭配布でしたっけね。はい。これも50円だったんで、まあ、安いなと思って買いました。これは1枚しか、持ってませんでしたね。で、ピッコロのね、これ何のカードだったかな、プロモンピッコロさんですね。はい。これは、単純にイラストがいいなと思って。で、ベジータのね、合体してベジットになるんですけど、これも古いカードですね。はい。ベジータの合体で、あれですね、パワー5倍のやつか。はい。かっこいいな。この後ろのベジットかっこいいですね。で、ネイルもね、あんま持ってなかったんですよね、このカード自体ね。で、人造人間18号。はい、これもイラストですね。で、孫悟飯少年期。はい、これもイラストです。はい。だいたい最近もうイラストで、選んじゃうんですよね。はい、この、そう、このカード好きなんですよね。実はこれね、持ってたんですが、1枚しかなかったんで、これは、そうだな、まあ、使うか使わないかじゃなくて、もう普通に一軍に入れたい。はい、イラストめっちゃかっこいい。あれですね、ブローリー映画のワンシーンだな。はい、ならず者がね、この映ってるのが、まあ、珍しい。で、ご飯のね、この格好が好きなんですよね。あの魔族服に、このねスカーフっていうか、なんかあのピッコロさんのあれですね、道着の、ね、白いやつ、巻いててね、これがなかなか珍しいと。はい、カードにまあこうパネルに置いた時はね、普通のご飯少年期だったかな。うーん、マントとかもね、特につけてなかったんで、まあ普通なんですが、イラストがすごく、はい、いいですね。で、横向いてるってなんか珍しいなと思って。はい。で、仲間へ託す思いか。はい。ワンチャン使えなくはないかなっていう感じですね。で、多分ヒーローズのカードはこれと、あ、そうそう、これがね、300円ガチャで出たやつなんですけどね。ちょっとこれはね、やられましたよ。まずは16号のキャンペーンで、パイクーハンの、
あ、これ結構懐かしいやつだな。あ、で、グレートサイヤマン2号だ。で、ビーデルさんとか、はい。まあ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 、こんな感じでしたね。はい。外れなんで。あ、で、ソンゴテン GT もこれ持ってたかな？な、持ってないかもしれない、これは。で、クーラ様と、はい、他がもう最近の、やつですね。こういうのあんま好きじゃないですね。この最近のやつを詰め合わせるっていうのは。そう、こういう昔のカードが入ってるんだったらね、まあオリパとかもね、開けてもいいかなって思うんですが、基本的にこういう最近のやつばっかなんで、ちょっとねっていう、はい、感じで、自分はあんまりオリパとかガチャはね、まあやらない主義っすね。で、どうしようかな。ガンダムも一応紹介しようかな。はい、今回買ったのがトライエイジですね。はい。でね、まあ、この量を見ると、お前いくら買ったんだよって感じなんですが、これ全部でね、3700円でした。はい。まあ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 、なかなか優良店だったというか、1枚1枚のカードの値段がね、安いっていうのと、これに関しては、そうだな、5枚で10円、10円じゃない、100円とかだったんで、まあまあまあ、お買い得でしたね。で、ガンダムのカードは、まあまあまあ、こんな感じですね。はい。結構やってるんですよ、このガンダムトライエイジ。まあやってるっていううちにも入らないかな。まあコレクション勢に近いかな。はい。で、あとは、自分ガンダムエイジ大好きなんで、エイジのカードはもう無差別に、買う主義ですね。はい。こんな感じですね。いや、よかったな。ガンダムエイジめっちゃ面白かったな。もう、なんだろう、自分からしたら一番ハマったガンダム作品だったかな。なんかね、基本的にガンダムってね、難しい。うん、話が難しいんですが、エイジはね、もうめちゃくちゃ簡単で、当時中学生の自分でも もうものすごく分かりやすい、シナリオだったっていうのが良かったのかな。あ、高校かな。当時高校生ぐらいかな。はい。で、これはもうプレイ用と保管用で2枚買いました。はい。ユリン&フリットですね。いやー、いいな、これ。これめちゃくちゃいい。そう、これね、今の段だったかな。いや、今だったか。前かな。まあ、出せなかったんで、はい、これね、買いました。2枚。で、エイジワン。はい、このフリットが乗る機体ですね。あ、てか、これ、あれか。後ろに同じやつが映ってる。はい。で、ここら辺があれかな？ビルドファイターズか何かのやつ。はい。ここら辺も割と好きですね。最近のやつか。ビルドファイターズっていうと。はい。で、カビキバーニングなんで、これが、ビルドファイターズトライ？ちょっと、ここら辺に赤なんで、あれですけど。はい。真剣に見たのが本当にね、ガンダムだと、エイジと、あれだな、シード。はい。この二つは真剣に見たんですが、その他はね、あんまりハマらなかったな。なんででしょうね。まあ、とにかくガンダムエイジは、なんか、まあ、戦争の話なんですけど、敵味方がすごくはっきりしてるっていうか、ね、最初に、アンノンエネミーだったかな。はい。敵がね、地球じゃないや、コロニーにまあ侵略してきて、それがもう、見た目がまあエイリアンみたいなね、機体で、まあこれ人乗ってんのかっていうのもそもそも分からなかったし、まあ異星人がね攻めてきたっていうので、それに反撃する話なんですが、まあ徐々にね、敵側にも感情が湧いてきちゃうんですよね。そう、あのさっきのゼハート・ガレットがもう自分すごく大好きなんですよ、このキャラね。はい。まあガンダムで言うとシャーズナブル的な感じの、キャラクターなんですが、バーゼハートがかっこよくてね、あそこまで行ったら、いやー、そりゃね、まあ、やり通すしかないですよね。はい。で、ライトニングガンダム、これかっこいいから買いました。はい。で、こういうところにエイジとかがあると、テンションが上がるやつですね。あ、そう、これがガンダムシードのデスティニーかな。はい。シン・アスカ。シン・アスカはあんま好きじゃん。うわ、マジか。来ちゃった。ゼハートガレット。はい。これはモンド無用で。トランジェンダー、これ何だったかな、何のやつだろう。はい、ほとんど分かんないですね、ガンダム。あー、そう、ダブルオーも見ました。うん、見たね、ダブルオーも見たけど、1期は全部見た。2期は途中でやめちゃったな。はい。で、この作品も見た。で、ランバラルだから、これはあれか、初代かな。で、そう、フリーダムね。そう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 。このフリーダムとストフリがね、すごくかっこいいんで、これはね、あの、話難しいけど、まあ、面白かったな。普通に、機体がかっこいいんで。はいはい。あー、そう、ユニコーン見てないんだよな。で、ビルドストライク。あ、これもあれか。ビルドストライクは、あ、そうですね。セイと、あれか、レイジの、はい、機体ですね。で、はい。このキャラも好きなんですよね。ウルフ・エニアクル。ウルフは、まあ、エイジの1期と2期のね、
登場人物なんですが、まあもう今更ネタバレしても多分大丈夫だと思うから言っちゃうとね、2期でね死んじゃうんですよね。はい、まあね、宿敵のね、さっき言ったデシルガレットにまあやられちゃうんですけど、あれが不意打ち的な感じだったかな、部下を守るためだったかな、まあこいつにやられちゃって、こいつは結構なね、くずい、役回りというか、まあかなりやばいやつなんですが、そいつに対してね、まあ2期の主人公のアセマスのがまあ覚醒してね倒すっていうあのシーンが本当に好きです。はい、でこれは1期のウルフですね。で、マスターガンダムとか入ってるんですね。まああんまりわかんないな。フォースインパルスはあれか。あ、いいですね。そう、ダブルオーの機体ですね。はい、ダブルオークアンタ、はい、これは好きです。はい、機体の性能とかはわからないんですが、クアンタは好きです。で、あとクアンタのフルセイバーとかもありますよね。あれもよくわからないんですが、まあまあまあ機体がかっこいいんで、はい、カードは買ったりしてますね。あー、トライバーニングも入ってるんですね。あ、でウルフか。はいはいはい、こんな感じですね。で、ザムドラーグっていう、これはね、ガンダムエイジの3機かな、はい、3機の、お、フルトが入ってる、敵キャラが乗ってる機体なんですけど、こいつに乗ってるね、そのキャラクターがマジで大嫌いでしたね。はい、誰だったかな、ザナードみたいなやつ。あー、そう、ザナルド・ベイハート、そう、こいつがねもう本当に大嫌いでしたね。まあ、最後は何でやられちゃうんだったかな、まあ、キヨが覚醒して倒すんですが、その時は生きてたかな、なんか最後はゼハートに出し抜かれた気がしますね、このキャラは。あ、で初代ガンダムだマスターレアの初代ガンダム入ってました。あー、スサノオね、スサノオもかっこいいですよね。そう、ザクも結構好き。ザクはなんか量産型っていうのがいいですよね。で、このクロノスっていうのが、さっきのね、あれですね、どれだったかな、はい、このデシルガレットの乗ってる機体なんですが、結構これも好きですね。はい、まああんまり出番っていうか活躍はなかったかな。まあデシルがすごくね、パイロットとして腕が立つんで、まあまあまあ強かったんですが、ちょっとゼハートと比べると色々と欠点がありましたね。やっぱ冷静な性格じゃないんで、ちょっとデシルはいろいろと問題が、ありましたね。はい、ジェノアスカスタムが来た。あ、かっこいいな、このフリーダムもなかなかかっこいいですね。あー、マジか。そう、これ欲しかったんだよね、イゼルカント様。そう、これのカード持ってなかったんだよな。いや、今ねエイジのね、あのバインダー作ってるんですけど、それに入れます。はい、こちらイゼルカント様。まあまあまあ、ラスボス、ラスボスって感じでもないから、なんて言ったらいいんだろう、このキャラはね、まあ敵側の親玉なんですけど、このエイジ作品ってね、このベイガンっていうやつと戦う話なんですよ。で、このベイガンのまあ総司令官がこいつなんですよね。はい、一番偉いキャラで、まあイゼルカントはね、正直言って僕はね、好きです。はい、まあなんていうか、悪ではないですよね。やっぱりイゼルカントもね、その、まあ、火星系の人たちをね、救うために、孤軍奮闘してた、やつなんで、まあまあまあ好きですね。ただ最後の方はあれだったか、人類を選別するとか言い始めて、まあ、何言ってんだって感じだったんですけど、割と僕は好きでした。はい、で、はい、フリッタースの主人公ですね。で、まあエイジといったらやっぱりね、まあ好きなキャラ、みんな分かれると思うんですよね。で、フリットはね、僕は2期が一番好きでしたね。はい、2期のフリットめちゃくちゃかっこいいですよね。やっぱ1期からエイジ乗っててね、エイジ1さらになんか使いこなしてるし、まあ2期はかっこよかった。で、3期のね、おっちゃんフリットは正直ねちょっと憎しみに駆られすぎて、って感じですね。最後は良かったね、最後は良かった。はい、ゼハートガレットですね。めちゃくちゃかっこいいな、やっぱゼハートマジでかっこいいですよね。はい、で、あ、ジェノアスいいっすね。あー、かっこいいな。ヒーローユイはあれかな、ガンダムウィングか。どうなんだろう、ガンダムウィングもなかなかね、面白いっていう風に聞きますけど、どうなんすかね。まあ、昔のガンダムは僕あのファーストガンダムしか見てないんですよね。最近のやつだとエイジとシードと、ダブルオートかなっていう感じですかね。はいはいはい、まあまあまあ、ちょっとガンダムの話長くなりすぎましたねまあ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 、この動画っていうか、まあチャンネルのね、ユーザーさんは多分みんなドラゴンボール関連の方なので、ちょっとガンダムの話は面白くなかったかもしれませんが、はい、まあ自分ガンダムも結構好きなので、ちょっと気の合う方がいたらね、コメント欄にて、はい、ご自由に書き込んでください。で、今回これだけじゃなくてね、はい、ドラゴンボールの、色紙ですね。はい、これもちょっと開封します。
これね、買ったのが結構前なんですが、まあ、いろいろと動画ね、忙しくて、はい、開封できませんでした。色紙アート6。これがね、今回の狙いのカードっていうか、まあ、色紙なんですが、孫悟飯少年期のね、これです。はい。マント姿の、スーパーサイジン2。これすごく珍しいので、これが欲しいですね。はい。あとは特にね、あとあれだな、ベジットの黒髪。はい。この2枚を、狙ってね、開けていきます。さあさあさあ。まずはね、誰が出るかな。さあ、まずは、おう、トランクス、未来。新惑星ベジータを再興するなんて全て嘘です。はい、続いてがゴジータ4が、お、表紙になってますね。銀河を救う最強のフュージョン。あ、そうそうそう、あれなんですよね、この表紙のキャラによってね、ここのセリフが違うんですよ。神の御業ここに極まりとか、でさっきのが新たなる力今開花するみたいな、3種類かな。はい、この中だとゴジータ4が一番いいな。あー、かっこいいな。ゴジータ4の色紙は自分ね、別のバージョンで持ってるんですが、このバージョンのゴジータも欲しいな。よいしょ。さあ、ちょっとこの開け方がね、雑で申し訳ないんですが、お、これは誰だ、悟空ブラックかな。あー、違う違う違う、やった、ゴジータだ。おー、いいな、このゴジータのポーズいいな。はい、後ろに悟空とベジータがね、黒髪の状態で映っててめちゃくちゃいいっすね。はい、ちゃんと天使の輪っかもついております。これいいな。そう、今部屋に飾るね、色紙をちょっとまあ集めておりまして、まあどれにしようかなっていう感じでね、まあこのご飯少年期は絶対に飾りたいんで、ご飯とね、あ、龍拳もいるのか。いや、龍拳いいな、これこれも欲しいな。はい、じゃあ龍拳とご飯のスーパーセイジン2が出たらこれ部屋に飾ります。はい、で今ね、ちょっと部屋紹介のリクエストがまあ多数、来ておりまして、まあサブチャンネルあたりでね、そちらちょっといずれねやりたいなと思います。お、身勝手な極意の兆しで、これは白があるバージョンかな。確か今回も2種類ぐらいね、このあったと思うんで、どうなのかな。ちょっと色紙について僕あんまりよくわからないんで、コメント欄でねちょっと教えてください。はい、白ありの、身勝手の極意兆しが出ました。はい、まあ身勝手に関しては、そうだな、賛否両論あるキャラではあるんですが、僕はね、そうだな、悟空の携帯の中ではまあ上の方には来ないっていう感じですかね。はい、好きなスーパーサイヤ人の携帯では割と真ん中ぐらいかな。で一番好きなのがね、スーパーサイヤ人4なんですよ。でその次が3で、スーパーサイヤ人で身勝手の極意って感じかな。はい、悟空とターレスが映ってますね。これはどっちがメインなんですかね。これが5個目かな。はい、意外と出ないっすね。まああれだな、ちょっと今回はね量が多いので、まあまあまあ狙うっていう風になるとちょっと難しい。やっぱり自分の場合は3枚ぐらいしか欲しいのが今のところないので、ちょっと難しいかな。おー、来た。はい、龍拳悟空来ましたね。で、龍拳悟空はこれどうなんだろう。うん、普通に白とかはないのかな。はい、かっこいいっすね。そう、スーパーサイジン3めっちゃかっこいいですよね、これ。まあ、今となってはちょっとね、まあ、そうだな、ゴッドとか神の力を持つサイヤ人が来ちゃったから、まあ、そうなってくると、割とね、弱い方の携帯にはなっちゃうかもしれないんですがね、まあ、自分 Z が一番好きなので、その Z 好きの自分からしたら、3は、やっぱ最強のスーパーサイヤ人っていう感じなんですよね。はい。まあ、活躍もね、めちゃくちゃ多かったんでね。劇場版でも出てるし、でビルス戦でも使ってましたね。すぐにやられちゃいましたけど。はい、よいしょ。さあ、残り、あ、でもまだ結構あるな。はい、残り5パックで悟空ブラック。はい、悟空ブラックはそうですね、まあ結構好きなキャラ、好きなキャラかな。でザマスなんですけど、まあザマスよりもね、自分は悟空ブラックが好きです。はい、まあ同一人物じゃ同一人物なんですけどね。ってことはあれかな、ロゼもあるのかな、どうでしょうね。よいしょ、ロゼあったら結構熱いな。あー、きた、あっしゃ、よっしゃきた、やば、かっこいいめっちゃかっこよ、なにこれ、マジか、別次元すぎる、別次元すぎるな。いや、別次元だな。これやばいな。めっちゃかっこいい。めっちゃかっこいい。やったぜ。いや、これ嬉しい。めちゃくちゃ嬉しい。
いやもういいや、悟空立たないけどこれはもうめちゃくちゃ嬉しい。いやー、お腹いっぱいですねもうそう、このね、ご飯のフィギュアもそうですけど、はい、自分はご飯が、大好きなんで、はい、これはねもう問答無用で、部屋に飾ります。で、あれですね、あのブロリー、はい、ブロリーは今回ないのかな。はい、まあ自分も一応ねブロリストの端くれなんで、まあブロリーあったら欲しいですけどね。あ、いいなこれ、人造人間の3人、はい、17号18号そして16号と。いやー、もう作中では1回だけど、まあドラゴンボールの歴史で言うと2回死んでるキャラっすねそう、21号にね、いやー、ちょっと生きてて欲しかったっすね。で、16号もまあ人造人間としてはすごくいいキャラで、はっちゃんと同じような感じっすよね。で、もともと悟空を殺すっていう、まあ、使命がなかったら多分普通に味方になってたんでしょうね。ただまあセルを倒すっていうのがまあ途中から使命ね変わってたんで、まあそこがね良かったのかな、そこでやられてたっていうのが。そう、16号がきっかけでねご飯が2になったの、2になったので、まあまあまあすごくキーパーソンでしたよね。まさか16号が引き金になるとはね。はい、さあ残り2パックですが、黒髪ベジットが来てないな。はい、孫悟空と、メタルクーラーですね。はい、あーちょっと残念だな、ちょろあれちょれえじゃねえやジョーラの悟空だったらこれ神でしたね。はい、メタルクーラー戦で悟空が放った、まあ気候波なんですけど、気候波気候弾かな、これがねあのシーン結構好きなんですよね。そう、メタルクーラー戦はね割と劇場版の中でも好きな方の作品で、まあベジータとねスーパーサイジンでまあ共闘するっていう、あの頃はあれかな、あのスーパーサイジン成り立ての状態だったから、まあ2とかもなかったし2人しかスーパーサイジンになれるキャラがいなかったんですが、その2人がね共闘してメタルクーラー倒すっていう、で、あの絶望の瞬間ね、あのメタルクーラーがもう勢ぞろいで崖の上にブワーって並んで、あそことか最高でしたね。はい、まあこれはあれだな、悟空、ジョーラだったら神でしたさあラスト1枚ですね。いやー、これでね、ベジット来るかな、あとはゴジータ4でもいいかな、あ、イーシンロンもいたんですね。イーシンロンはいいかなさあラスト1枚で、身勝手の極意のあれでもいいな。はい、これでもいいですね。さあ、いわ321、はい、ベジタブルの進化かな。はい、という感じで終わりました。いやー、そうか、ちょっと残念でしたね。で、ツイッターでねちょっともう上げたんですが、この身勝手の極意の、この、銀髪の方ですね、はい、これは、まあ、出たんですが、リスナーさんに、上げてしまいました。はい、ということなんで、まあね今回は狙い目の、まあ、ご飯少年期ですか。はい、これと龍拳の悟空が、来てくれたんで、まあ個人的にはもう大満足ですね。はい、ぶっちゃけこれだけ来てもう来てくれたからもう大満足です。で、他の色紙もね、お気に入りなのはそうだな、この悟空のやつめっちゃいいな。あとはねこれもいい、なんか集合写真みたいな感じでこれもめっちゃいい。あとはね最近のキャラクターの、色紙はねぶっちゃけあんまりって感じかな。あ、ゴジータもいいな。はい、こういうのはね、まああんまり、なんか昔のキャラが自分好きなんで割と、普通かなという感じなんでね、じゃあ今回部屋に飾るカードは、この2枚ということで決定いたしました。はい、龍拳と、ご飯のスーパーサイジン2で、このご飯はあれなのかな、どうなんだろう、白ありとなしで分かれてるのか、普通に白ありだけなのかっていう感じでちょっと分かんないんですが、ここもねちょっとコメント欄で教えていただけたら、嬉しいです。という感じで、今回ですね、ドラゴンボール色紙アート、6ですかねの開封と、ドラゴンボールヒローズ と、ガンダムトライジのカードの開封動画でした。はい、またね、何か買ってきた際にはこんな感じでね購入品紹介やりたいと思いますので、そちらもぜひよろしくお願いいたします。それでは、今回はこの辺りで失礼させていただきます。ご視聴ありがとうございました。